皆さんこんにちは。天理教青年会明道分会の一言話をお聞きくださり誠にありがとうございます。今回は天理教なんて信じられないというテーマでお話をさせていただきます。皆さんは神様を信じていますか？信じている教えに対して疑う心は一つもないですか？私は正直にお話しすると、自分の信仰に疑問を持ったり、時には神様の存在すら疑ってしまうことがよくありました。例えば、自分の信仰は信仰をやめた後に起こる不幸な出来事や、周りの信仰者から非難されることを恐れているだけではないのか。自分の不思議な体験や聞いたご守護の話だって、単なる偶然じゃないのか。神様の話も都合のいい作り話ではないのか、など、疑い出したらキリがありません。ただ、親神様、親様にとっても、私たち人間がつい疑い心を持ってしまうことは十分ご存知のようです。例えば、ミカグラウタの中に、人の心というものは疑い深いものなるぞ、というお歌がありますし、お筆先においても親様に人間心がないということを再三説かれています。さらに逸話編においても古閑様が出直された時、今まで神様を疑っていて申し訳なかったと涙を流す人もいたようで、親様の近くにいた当時の人々ですら神様を疑うことがあったようです。ましてや現在の社会はテクノロジーや文明が私たちの生活を豊かにしていった一方で、神様を信じない人が世界的に増え続け、宗教という言葉を聞くだけで嫌悪感を示す人が多い世の中です。そんな状況で神様を信じたり信仰を続けたりすることはとても難しいことだと私は感じています。ではなぜ私が疑う心をつい持ってしまっても天理教を信仰しているかというと、それは私自身が親様を信じたい、信じられる人間でありたいと願うからです。親様は世界一列を助けたいという思いから、私たちのために自ら体を張って50年間という長い年月、一貫して陽気暮らしの雛形を見せてくださいました。仮に私に親様のような友人がいたとしたら、私はそんな心や姿を見せてくれる友人のことを全力で信じたいと心から思います。このように信仰の仕方は人それぞれだと思いますが、私の信仰の原動力は親様の雛形となっています。最後になりますが、信仰に関わらず何かを信じるというのはとても勇気のいることだと思います。例えば私たちが信じる親神様、親様に対して世間の人々から否定されたり批判を受けたりしたら、当然気分がいいものではないし、ひどい時には自分の信仰心が揺らいでしまうことだってあるかもしれません。ですが、信仰というものは私たち一人一人の自由な心に委ねられており、誰かによって侵されたり強制されたりするようなものではありません。なので私たちそれぞれが持っている神様を信じるきっかけとなった出来事やご守護に感激した瞬間については、自信を持って自分の心の力としたり人に伝えたりすれば良いと私は思います。親様も自分が助かったことを真剣に人に伝えることが神様へのご恩返しになるとおっしゃっています。このお話を聞いて参考になったことや共感できたこと、または天理教に興味を抱いたり、もう少しお話を聞いてみたい方、もしくは何かお悩みがある方は、
気軽にコメント欄にコメントをしてください。私たちがあなたの悩みを何でも聞かせていただきます。最後までお聞き取りいただき誠にありがとうございました。